消防や熊本市教育委員会によりますと、今日午後3時過ぎ、熊本市西区日本木にある古町小学校の教員から、体育の授業中に複数の児童が体調不良を訴えていると119番通報がありました。頭痛や吐き気を訴えたのは5年生の男女10人で、そのうち8人が病院に運ばれましたが、いずれも意識はあるということです。直前の体育の授業では、児童25人が体育館で体力テストを行っていました。今日熊本市では午後3時ごろに最高気温 28.2 度を記録、湿度が高かったため蒸し暑くなりました。